岩見。岩見、岩見、岩見は、かつて大日本帝国海軍に所属した前、土球戦艦。日本海軍の類別は戦艦。艦名は原島真根県の西部にあった、日本の旧国名、岩見国に由来する。本艦の守護神として、同県の大田市にある、物ノ神社から馬島遅いのちの心臓が、建て祭られていた。この心臓は後に、物ノ神社へ奉納された。 本艦の前身は、ロシア帝国海軍のボロジノ急戦艦、オリオール、日本海軍の法令上は、アリオールで、同国海軍の最新、最大の主力艦であった。バルチック艦隊の主力として1905年、明治38年5月27日の、日本海海戦に参加したが、連合艦隊と交戦して大破する。翌5月28日に降伏、日本海軍に露格された。 6月6日、日本海軍は、お料料一等戦艦、岩見と改名した。その後、7月末から1907年11月にかけて、呉海軍交渉で、本格的な大修理と戦訓に基づいた改装を行い、1908年11月に艦隊へ編入させた艦である。1912年、大正元年8月28日、一等海防艦に、 類別変更。1922年、大正11年9月1日に除籍、1923年、大正12年7月に、航空攻撃の実感的となり、城ヶ島、三浦半島近海で沈没した。原設計である、ボロジノ急戦艦は、トップヘビーで復元性に問題が起き、重量増加に伴う船体の沈下により、水線部分の装甲体が、 海中に没するという欠陥があったため、それを改善する改良と、海戦で得られた戦訓に伴う改装も合わせて行われることになった。外観上の変化としては還元形状の変更や、上部構造物の簡略化、重量を食う、複方等の撤去、船体側面下部にあった、ケースメイト、方角色側射砲の撤去などがある。重心の低下と重量の軽減により、喫水を、 設計時のものまで回復させ、復元性能と防御性能を向上させた。本級の船体形状は還元の高い、朝鮮首労型船体である。もともとは、セサレイビチと同様の、強く引き絞られた特徴的な、タンブルホーム型船体となっていたが、階層でその特徴は、ほぼなくなっている。ほぼ垂直に切り立った艦首から、 監視甲板に30.5センチメートル、連装手法塔が一気、その背後に司令塔の上に乗る、両脇に船橋、ブリッジを持つ操舵環境の背後から、簡素な短脚式の全部マストが立つ。船体中央部には、イギリス式の日本煙突が立ち、その周囲は、関西艇置き場となっており、日本一組のボートダビットが、片言三組ずつ、計六組と、後部マストの基部についた、 クレー日記により運用を得た。後部マストの後方に後部環境が設けられたところで、選手楼が終了し、乾板一段分下がった後部乾板上に後部 30.5cm 連装手砲塔が後ろ向きに一機配置された。選手楼側面にあった副砲塔の跡地には、副武装として 20.3cm 速射砲を棒立てのついた単装砲菓で原則ケースメイト、 方角配置で等間隔に、片言3機ずつ、計6機を配置した。前後のもの4期は下方に位置が変更されている。耐水来艇用の 7.6cm 速射砲を、単素砲がで、艦首側面部に、片言1機ずつ、計2機と、環状片言2機ずつ、計4機を、分散配置した。他に、管尾側面に 4.7cm 速射砲を、片言1機ずつ、 経営2機を配置した。この配置により、監守備線方向に、最大 30.5cm 方2門 20.3cm 砲2門が、試行でき、左右方向には、最大で 30.5cm 方4門 20.3cm 方3門 7.6cm 速射砲3門 4.7cm 速射砲1門が、試行できた。収益後に、 主砲刀上に 7.6cm 速射砲を1機ずつ、計2機と全部マスト頂上部に射撃観測所を設けた。武装は 15.2cm 連装砲塔を6機は棒立て付きに 10.3cm、単装砲が6機に、7.5cm、単装速射砲20機は数を減らし 7.6cm、単装速射砲6機に、主砲塔側面原則部に、片弦1機ずつあった。 水中魚雷発射一セン 38.1cm から 45cm に変更し、艦首と艦尾部の水上魚雷発射管は廃止した。これらの改装で本艦は純度急戦艦に近い能力を得た。手法は変更が行われず、ロシア式の 30.5cm40 口径砲のままであった。その性能は七キログラムの 砲弾を、行角15度で14,640メートルまで届かせられ、射程5,490メートルで201ミリメートルの減速走行を貫通できた。この方を新設計の連装砲塔に収めた。不要能力は、行角15度、不覚5度である。旋回角度は、単体守備線方向を0度として、左右135度の旋回角度を持つ、主砲身の不要。 砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に蒸気ポンプ動力による水圧で行われ、溶弾機は電力で共に補助に人力を必要とした。発射速度は毎分一発の設計であった。1910年、明治43年末、呉海軍交渉は、日本製工所室蘭製作所に、路式40口径12インチ砲3門を発注してお、 岩み用の予備方針と思われる。副砲には、当時の日本海軍の防護巡洋艦、高砂や装甲巡洋艦の手法に広く用いられていた、アームストロング 20.3cm45 後継速射砲を採用した。その性能は 113.4kg の砲弾を、最大行革30度で 18000m まで届かせられた。 この砲を単装砲がで6機を搭載した。不行能力は、行角30度、不覚5度である。旋回角度は150度の旋回角度を持つ、砲身の不行、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に水圧で行われ、補助に人力を必要とした。発射速度は1分間に2発であった。他に、耐水来定迎撃用に、 アームストロング社の 7.6cm 速射砲をライセンス生産した41式 7.6cm40 口径速射砲を採用した。その性能は 1.5kg の砲弾を行角40度で 1740m まで届かせられた。この砲を単装砲がで6機を搭載した。不要能力は行角30度、深角10度で、 旋回角度は360度であったが、実際は上部構造物に射回に制限を受けた。方針の不良、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に人力を必要とした。発射速度は毎分15発であった。その他に近接火器として、山内式4.7センチメートル40口径速射砲を単装砲がで2機を搭載した。 対艦攻撃用に45センチメートル水中魚雷発射艦を艦首の側面に片弦1門ずつ計2門装備した。ボロジの急戦艦の3番艦として1900年明治33年6月に寄港。1902年明治35年7月19日浸水。1904年明治37年9月竣工。すぐに 第二太平洋艦隊、日本側の通称ではバルチック艦隊に編入される。1905年、明治38年5月27日、日本海海戦で連合艦隊司令長官、東郷平八郎指揮下の日本海軍と交戦、大破した。しかし砲弾による損傷は上部構造物の破壊にとどまり、喫水戦火及び監視用部への被害は、ほとんどなかった。 同日の戦闘で、姉妹艦三隻、クニャージス・ボーロフ、インペラートル・アレクサンドル三世、ボロジノは、いずれも沈没した。本艦は、ニコライ・ネボガトフ少将、機関インペラートル・ニコライ一世の指揮下に入って、ウラジオストクに向かったが、航行中の5月28日、連合艦隊に包囲されて、ネボガトフ提督は降伏決断。四隻、インペラートル・ニコライ和・カズヨ。 オリオール、アプラクシン、セニャービンは降伏した。同行していたイズルムードの未闘争に成功している。この後、オリオールの路角と開港は、戦艦朝日と装甲巡洋艦アサマ、前日の海戦で、損傷が担任することになった。オリオール乗組員は朝日に収容される。他の路角艦は、サセブ港に開港されるが、岩見は、浸水が増したため、 三席、朝日、朝間、おりょうるは予定を変更して、マイズル港に入港した。なお、おりょうる艦長のニコライ・ユンク大佐は航海中に死亡し、マイズル沖合で水槽に付された一方、おりょうるはマイズルで応急修理と艦内清掃を実施する。その後、クレ軍港に開港された。6月6日、日本海軍は露獲したロシア軍艦五席を解明する。 インペラートルニコラ一世は、戦艦域、アドミラルセニャービンは、解剖艦三島、ゲネラルアドミラルアプラクシンは、解剖艦沖の島、駆逐艦ベドウグイは、駆逐艦サツキ、そしてオリオールは、戦艦岩見と命名された。同日で5席、岩見、池、沖の島、三島、サツキはそれぞれ軍艦席に編入される。岩見は一等戦艦に類別。12月12日。 日本海軍は官邸類別等級表を改定した。戦艦の等級廃止に伴い、当時日本海軍が保有していた旧石、富士、四季島、朝日、三笠、岩見、相模、丹後、比賛、壮が戦艦に類別される。新鋭のカトリ型戦艦2石、カトリ、鹿島を除くと岩見は当時日本海軍所属の戦艦の中で最も新式であり、 日本海軍は本艦に大きな期待を寄せていた。呉海軍交渉での修理と改造は約5か年に及んだ。岩見工事中の1906年、明治39年12月、イギリス海軍のドレッドノート、土球戦艦が竣工、本艦は2000戦力となってしまった。1912年、大正元年8月28日、日本海軍は 艦艇類別等級表の改定を実施した。岩見は一等解剖艦7000トン以上に類別変更される。日露戦争で旅客された、非前、元、レトビザンが1921年、大正10年まで戦艦として活動したのに比べて対照的な結果となった。第一次世界大戦では、元ロシア艦三隻、相模、丹後、 宗谷のように同盟国のロシアへ返還されず、沈下を攻略戦に参加した。シベリア出兵に際しては、1918年から1920年まで、沿海州警備。1920年から1921年まで、カムチャツカ警備に従事した。1922年、大正11年9月1日、富士と岩見は、 軍艦籍及び艦艇類別等級表より除かれた。1923年、大正12年5月9日、武装撤去後に雑役船に編入。その後、各艦、非膳、岩見、土佐、秋、薩摩は、標的艦として処分されることになった。1924年、大正13年7月、横須賀及び三浦半島城ヶ島西方で、 基地航空隊や空母放送航空隊による航空爆撃の実感標的となる。実験には、松永久雄少佐、桑原虎雄少佐、大西滝次郎隊員、岡田自作隊員、藤本紀子造船中佐等、日本海軍航空隊関係者や造船関係者が多数関わっている。岩見は、戦艦朝日に栄光されて、演習海域に移動した。沈まない場合は、 駆逐艦裏風による激沈処分が予定されていた。だが7月9日以降の爆撃実験で大破、浸水が進み、城ヶ島西方四海儀地点で沈没した。なお、主砲の30.5センチメートル方針が京都府与佐野町、旧岩滝町に残されている外部リンク参照。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。